最初に言ったでしょ。これはココナが夢を叶える物語って。主役じゃない私の出番はここで終わり。私の天使ココナならきっと叶えられる。ココナのファントム楽しみにしてるよ。重なる影二つ揺れる調べ、奈落の底に落ちていくまで、この身捧げ言葉を誓う、罪さえ隠すようなマスカレ君を心から愛してる。